そうそうそう、あの本を読んでて、うん、あの PH 系がすごい気になって、うん、あれってなんかおすすめのやつってあるんですか？安いチープなやつだから1、2万ぐらいのやつなんで、でもそれぐらいのやつでもいいので、一応その焙煎度で PH 変わるので必ず PH 測るのがいい。それからもう一つは、あの生産国で PH 違うので、ケニアだったらミディアムロースだったら 4.7 から 4.8 ぐらいなんだよね。でブラジルだったら 5.0 から 5.1 なんで、そうするとブラジルは酸がないってことが分かるじゃない。あ、うん、でそれを実際自分で飲んでみても、あ、ブラジルの方が酸がないねって分かるわけで、それ自分の感応と数値で理解できる。で 4.8 と 5.1 の pH の差って 0.3 なんだけど、 0.3 の差っていうのは多分誰でも差が理解できる。お、うん、っていうのは pH1 違うと酸味の強さで10倍違う。だから 0.3 の差ってものすごくでかい。お、うん、まあ、普通の人だったらどっちが酸が強いですかって聞けば大体わかる。だからブラジルって酸が弱めで、ケニアって酸が強いっていうのは両方比べれば、まあ、一発で分かるってことですね。あ、うん、なるほど、うん、あの本の中で、うん、あの日本に流通している豆の、うん、こう円グラフみたいので、うんうん、ブラジルだけがこう分けて書かれてたのが、ね、あれがすごい私的には不思議だったんですけど、あれはね、分けないとダメなんだよね。ブラジルって味が根本的に違うでしょ。はい、かなり違うんですね。アラビカとロブは分けるわけだよね。でさらにブラジルも分けないと、この3つって根本的に味が違うの で、うん、でアラビカはスペシャリティとコマーシャルあってもブラジルとは根本的に違うから、そうすると味を見るときとか味を評価するときには必ずアラビカとブラジルとロブスターは分けて評価しないといけない。うん、ブラジルってその、うん、他の産地の豆と確かにこう官能的にかなり変わってますけど、うん、あれはこうその理化学的に見ると何か成分がすごく違うとかあるんですか？基本的にブラジルの場合はまずテロワールだろうね、標高が低いってことと、あ、から土壌で、要するに少しこうほこりっぽい感じ、はい、雑味を感じる可能性が高い、はい、で酸は弱いので、うん、あの同じアラビカのウォッシュと一緒に比べちゃうっていうのが NG だよね、うん、でどう考えたってブラジルの方が評価低くなっちゃう。確かに、うん、並べたらそうなります。並べちゃうとね、うん、だからブラジルはブラジルで評価しないといけないってことだよね。まあ、根本は国ごとに評価すべきであって、国を比較しちゃうとケニアが良くなっちゃうので、うん、ただブラジルはもう味の質が違うので根本的に、だから分けて考えましょうっていうので今回あえて早めに変えちゃった、うん、でも日本人ってブラジル、日本に入ってくるブラジルの量って一番多いので、もともとがブラジルの味にみんな慣れてるわけだよね、うん、で慣れてるから抵抗感がない。でも抵抗感ないんだけど、よく厳密にチェックしていくとやっぱり濁ってる、クリーンの対極にあるコーヒーだから、あのどっちを選択するかってことになると、うん、今の評価軸から言うとクリーンな方がいいわけ でそうするとブラジルは評価下がっちゃうので、でもそうじゃないでしょって、ブラジルってもうちょっとボディ感があっていうコーヒーであればいいんじゃないっていう風な見方をすればいいわけだよね。でその時にしっかりした明確なボディがあるブラジルっていうのはナチュラルであるわけだよね。ナチュラルに、まあ、逆にナチュラルなんだよね。だけどディフェクトが多いからどうしてもブラジルって濁った感じになっちゃうん で欠点全部取ればいいんだけど、それってなかなか難しいので、だそうするとブラジルはやっぱり評価非常にこう低めになってしまうので、だけど味として、うん、スクリーンサイズが16とか15ぐらいのブラジルでしっかりディフェクト取ってきっちりフレンチにして入れたらすごく美味しいブラジルが飲める可能性がある。うんブラジルファン多いですからね。だからブラジルファンが多いっていうのは、
やっぱりちょっとそこが、違うコーヒーの良さ、もうあんまりこう体験してないところがあるかもしれない。そうですね、うん、うちブラジル未だに売ったことがないから、それがいけないのかな。いやいや、あの堀口コーヒーもブラジルはほぼ使ってない。あ、そうですか、うん、ただしメンバーは使ってるよ、たくさんね。うちのメンバーはブラジルみんな使うけど、私個人としてはブラジルは使ってない。だけどブラジルはずっと探し求めてる。30年間で諦めかけてる諦めかけてる、うん、でスカスカだよね最近のブラジルはね。ボディがないし、だからなかなかいいブラジルに遭遇するっていうのはない、から長い10年間いいクオリティで維持されていくブラジルっていうのもほとんどない。ああ、品質がこう不安定。うん、まあ一番の問題点は本来はボディがあるべきコーヒーなんだけどボディがないっていうのが今の。あんまりブラジルのことを悪く言うとブラジルから怒られちゃうん でブラジルはブラジルでちゃんと評価をして、ブラジルのコーヒーとしてこれはいいですよっていうふうにしていけばいいわけだよね。そうですね、あとそのブラジルもそうなんですけど、あの本を読んでいて、あの乾式と湿式、ナチュラルと、あのウォッシュとの評価っていうのもこう分けないと、分けなきゃダメだろうね。同じテーブルに並べちゃうと、どうしてもナチュラルの方がこうインパクトが強くて、品評会なんかではこう高い得点を取る確率が高くて、今結構 COE とか見ると上位の方はナエロビコとかナチュラルとかハニーとかっていうのがかなり多いんですけど、基本はウォッシュだよねやっぱり。そうですね。でナチュラルは基本はブラジルとイエメンとエチオピアがまあ大体基本 で2010年代からセントラルアメリカがナチュラル作り始めてきたっていうことと、でそれに付随して芸者もナチュラルを作ってきた、はい、まあ、これは2010年以降だよね。で初期の頃はもうひどいナチュラルでみんな試行錯誤してきて、まあ、5年ぐらいかけて、まあ、なんとかこう作り方が安定してきた。でまあいいナチュラルができてきている。ただエチオピアの G1 も2010年代以降にまあなんとなくいいものができてきていると。でそれまでのナチュラルはそんなに良くなかったので欠点のディフェクトが多いし、でまあどっちがいいかって一概に言えないんだけど、勘の評価の観点からいくとナチュラルの勘の評価表っていうのはないんだよね、はい、SCA の元々のものっていうのはウォッシュの勘の評価表なので、でナチュラルの評価基準というのは実はできてないのでコンセンサスもないんだよね。だけどなんとなくワイニーで少し華やかな感じがすれば、それを今の勘の評価表に当てはめて評価をしちゃってるんだけど、まあ、本来は分けていかなきゃいけない。でその時のナチュラルの勘の評価の基準というものが世界的なコンセンサスが今ないので、どうしてもそのこう華やかでこうインパクトのある味、多少こうファーメンテーションであってもインパクトのある味の方が評価をしてしまうと。でこれ日本人はディフェクトで見ちゃうんだけど、見るケースもあるんだけど、アメリカ人はそれディフェクトで見ないの でそうすると華やかで、割合にこう 微発光程度であれば高い評価を得てしまうと。でこれは基本はアフターハーベストの問題プロセスで何かの問題があるわけでね、樹上で完熟しすぎてるのか、チェリーを収穫して、起きすぎたのか、乾燥の工程で良くなかったのか、まあいろんなところのプロセスで微細な発酵が出るんだけど、基本は全部どっかに問題があるわけでね、でそのどっかに問題がある味が判別ができないんだよ。どこの時点で問題があったか、どこの時点っていうよりもその味で、味で、あこれは
微妙なプロセッシングで問題がある味ですよっていうのが、その評価する人たちが、国際コンテストの評価する人たちが多分理解できてない、うんうん、のでどうしてもナチュラルの派手めな味のコーヒーが高い評価になってしまう。でも本来それはそんな高い評価をすべきではないっていう。でそこはその考え方、見解が違ってしまう、うん、だからまあ今の時代のサードウェーブ以降はそういうコーヒーを高く評価してしまうんだけど、僕らは評価しない、うんうん、だからそこはね考え方が違うんだ。わかりました。ありがとうございます、はい。